燃えろロボコンのメインヒロインボビーナちゃん。ロボコンと同じロボット学校の一期生であり、金髪のボブヘアとナース風のコスチュームが鮮やかな可愛さ全振りの女性型ロボットでした。その使命はラブラブアローとときめきハープで男女の仲を取り持つことであり、天に星、地に花、人に愛って始まる決め台詞も印象的でしたね。第13話頑張れロビーナちゃんをはじめ、彼女の魅力にフォーカスした回も多く、子供から大人まで多くの視聴者がその可愛らしさに釘付けになっていました。演じた加藤夏希さんはなんと当時13歳で、 CM 出演などを経て本作で女優デビューし、3年後には龍騎の劇場版で仮面ライダーファム霧島美穂を演じ、これまた話題になります。第39話家出少女はロビーナちゃんでは、彼女自身をモデルとする秋田出身のなずきちゃんも登場しました。また OV では島田果歩さん演じる頑張れロボコンのヒロインロビンちゃんとの共演も実現しています。今度は令和のロボコンとの共演でロビーナちゃんが出てきたりしたら熱いですよね。